どうも皆さん、おはこんばんにちは、おとじゃです。アルジャです。おついちでございます。毎週金曜夜18時半会場、19時ゲームスタート、オートライブ。今夜はスペンタイアンマットランナーということで、はい、でーん、懐かしのね、でででででんでで、前にやったのが、前にやったのが、前にやったのはスピンタイヤです。スピンタイヤね、マットランナーじゃなくて、はい、どうなんでしょうね、久しぶりだとは思うんですけども。でも PS4 版ですかね、これね。 PS4 版です。日本語版がついに出ましたね。7月か、7月に出てましたね。まあ結構経ってますけど、だからダウンロードコンテンツみたいなのもね、出てますから。まさか出るとはな。しかもまあそんなに気にしない人にはあれなんですけど、 60fps って言ってこのゲームすごいヌルヌル動くんですよ。動きますねそれがまあすごいんだって、頑張ってます。じゃあ早速どんなゲームなのかお見せしてやっていきましょうかね。知らない方は見てってね、はいはい。まあ、気になる方は前回のも見てほしいですけどね。ね、うん、はい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 。まあ早速皆さんの車両出てまいりましたね。ね、チュン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 。もう本当にね、楽しいゲームですから。何をまず最初にするかというと、乗り物を使って丸太をゲットしに行く。ここは何、目標は。ここはあれですよ、乗り物をゲットするに、乗り物じゃねえわ、ゲット丸太をゲットしに行く。俺じゃあ偵察車両で行きますよ。偵察車両、修理ポイント200。とりあえずマップを見てもらうと。そうですね、はい、マップ、はい。基本的にこのマップ見ると右側に製材所っていうのがあると思うんですよ。製材所ね、08っていうふうに、はいはい、この製材所に丸太を8本分持ってく必要があります。それがゴールですね、確か。はい、はい、うんうんうん。あ、じゃあ目標はそれなのね。はい、でまあその他にもまあいろいろとね、そのロック中って書いてある車両を解除したりとかするんですけども、はい、そもそもが丸太キオスクとかこの丸太ステーションってところに行かないと丸太が手に入んないんですよ、このゲーム。この遠く、一番遠くにある場所ね、これね。はい、まあ、そこに行かなきゃいけないんですね。じゃあここを往復しなくちゃいけないと。そうなんですけども、多分一番左上にも丸太キオスクがあるんですよ。あるね。とりあえずそこまでみんなでガーって行っちゃって、まあ途中にね、こうハテナマークっていうか、そのロックしてる車両があると思うんですけど、はい、これを全部解除しながら上に向かってって、はい、でまあ道中ですね、多分手に入る車両があると思うんで、それに乗り換える、乗り換えたりしながら行く感じですね。丸太だからその詰めるトラックの方がいいかもしれない、もしかしたら。修理ポイント積んどいたんで、俺も修理のやつがっつり入れてきたから。ああ、そういう感じの方がいいよね。じゃあ前行ってください、前行ってください。しんがりは任せろ。行きますぜ。出た出た、このこのドロドロな道、行くぜ。あれ、おついさん動いてる。ああ、ちょっと待ってね、何つけていこうかなっていう話。バックします、バックします。スペアタイヤ、はいはい。今回あまりそのちっちゃい車両、行ってらっしゃい。行ってきます。でかいやつでいいんじゃねえのっていう。そうなんですよね。私は前回とおなじみのやつで行きますから。まあまあまあ、おつさん、それ後ろの2台何も積んでないけど、これ、それ無理でしょ。何も積めないやつでしょ。何も積めない。スペアタイヤじゃダメか。スペアタイヤを積んでったじゃん。スペアタイヤを積んできたよ俺修理ポイントがなんか増えるって書いてあった。まあ、さらにプラスアルファ乗せられるんじゃない、修理系何か。よいしょ。まあまあまあ、先に行っててくれ。はいよ。いや、ゆっくり行きまーす。偵察車両で前ちょっと走ってもらわないと普通困るんですよね。丸太キャリアにしようかな。いいの。まあでもそうか、このゲームは後ろ見れるからな。そうなんです。とりあえずハテナのところでロックを解除しまくってます。ああ、倒木が。倒木、タイヤがちっちゃい車は大変だね。行くぜさあ、早速こういうね、おじいさん、ワンチャン燃料だな。燃料タンク利用不可。あー、ドロドロだぜ。ゆっくりゆっくり、これで前輪駆動で。あ、利用不可。燃料トレーラーにするわ。燃料トレーラー持ってこれるんだ。持っていけるみたいだよ。楽しい楽しい、ドロドロの旅で、はい。泥の表現がね、まあ、前回もそうでしたけど、やっぱすごいですね。すごい、もうこのためのエンジンがあるわけですからね。おい、着くぜ。あ、俺が先なのか。でけえ車が先行って、この倒木をどうにかしてもらわねえと。もう倒木とか関係ないから、タイヤサイズ的に。よし、
ふわよしよし、まあ、きついとこはデフとか使ってねガンガン行ってください。うん、癒されるね。本当癒されるわ。車の音しか聞こえないもん。ふん、まあ、鳥のさえずりとかもちらほら聞こえ、ちらほらちらほら、ほら、まっすぐでいいのかな。で、まっすぐじゃないですかね。左右に道が分かれている。右側にこれハテナ車両あるんじゃない。右側、そうだね、右側にある。よしよしよし、大丈夫大丈夫。うわー、重いそうね、いっぱい積めば積むほど重くなるから。重さを抱えてるね。で、ブロック。あー、でも前方が見えている。解除。ゴーゴー。うわー、おー、なんかセーブされたな。おー、おー、目の前に見える。どっち。でもこれ、おつじさんのためにアンロックしようって出てるな。まあ、多分ね、なぜかそうなんですよ。オッケー、とりあえず、すべてアンロックしてください。アンロックしましたよ。Y 字どっち行った。右側にある車両、なんかすげえごついけど。よいしょ。うわー、よし。あ、アンロックしてくれたって言ってる割には、左側の車両、俺見えねえから、多分乗れるのが決まってんだね、これ。あ、そうなの。何、あ、俺乗れるな、そっち。うん、俺これちょっと乗るわ。あ、俺の場合両方乗れんな。オッケーオッケー。これなんか K700 を乗ってみようかな。K700 すごいね。 K700 に乗るのはトラック変更か。そう、うん、で、ん、一番トラック近づかないと無理ですよ。あ、ここにもう重なるってこと。そっちにも K700 があんの。よいしょ、そういうこと。多分これ見えてないから、ここにおつじさんの K700 があるってこと。あ、そういうこと。実体があるやつじゃないと乗れないよ。だめ。俺 K700 いけるね。うん、おつじさんの K700 ってことね。そういうことなんだ。あ、そういうことだね。音じゃんねが見えてる車両と違うわ。俺はまた、なんか黄色いごつい車が見えてるもん。K700 完全にガソリン積んでるやつって感じだね。ガソリン車じゃん。それをアンロックして乗り換えれば、ガソリン車、ガソリン音じゃんなれる。ガソリン、しかもダメージ受けすぎじゃない、これ。大丈夫、一回直せるんだっけ。それこっち来てくれれば直す。あ、修理できるわ。修理します。こっつんの車両を、まあまあ、これ、前のトラックに後ろ完全修理完了まんまだよ。あ、ハンドオンブレーキかかってるし。ガソリンがそんな入ってないな。おつじさん、じゃあガソリンいただこうかな。ガソリンいただくも何も、俺今ガソリン積んでる方に乗ってねえわ。多分戻れば、うん、あ、次、あー、一応ね、みんなの車両が邪魔にならないように、遠目にはなるようになったんだね。そうね、ということだね。ちょっと待って、これ下げて、動いてる動いてる。リリース、でガソリン入ってないの。それガソリン入ってないよ。むしろもうこの子のガソリンがあと86ぐらいしか入ってない。一応燃料ステーション道中あるから、そっから補給するの、ね、そこで補給するか、もう一回そのガレージに戻ってそれで補給するかですよ。うんうんうん。1番トラック、はいはいはい、ガソリンで、あ、いや、ごめん、今中見たら654入ってるな。てか、それ後ろに積んでるのガソリンじゃねって話。そう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 なんだよ、うん、これで自分で自分を補給、満タンになりました。大丈夫です。自分で自分を補給とかあるの。そう、そのままもう繋いだ。おじさん、俺にも燃料を、はい、あ、はいはい、あ、燃料入れてあげるよ。なんだっけ、高度のあれか、そのね、はい、おっつんから入れた方がいいんだよね、多分。あ、そうなの。だって俺、すげえ勢いに燃料食ってるから、この車両。もう二人とも入れちゃった、マックス。はい、とりあえず行こうぜ。はい、行こうぜ。おつじさん、すげえ難しい状態なんだね、それね。これ、大変なんですよ。あ、だからおつじさん、その残ってる燃料、こっちに給油しといてくれる。そんなことできる。それ、できる。高度にして、燃料タンクから、多分俺のタンクに給油できると思う。燃料トレーラーになってんな、俺。ああ、これで
ちゃんとね、中に人がいるんですよ、これ動かしてる人が。すごいな。これじゃあ俺、このトラックに乗り換えて。できなさそう。できなそうだな。もうちょい近づかないとダメか。そうかな。なんかその円の中に入ってれば大丈夫だけど。ああでもね、おつゆさん、はい、できなさそうだ。俺が試しにやろうとしてもそっちの燃料タンクに入れるみたいなのないから。だよね。うん、できないっす。できないっすね。これで一回ちょっとガレージ戻ってくるわ。じゃあ俺もこれでガレージ戻っちゃうかな。あのね、ガレージ戻るときはガレージに戻すをマップでやれば簡単に帰れるんで。これカジュアルだからでしょ多分。うん、ガレージに戻る。はい、どきすん。おー、みんな戻ってった。装備に積載中の燃料すべて失います。はい、ガレージに戻す。オッケー。あ、な、すごい、すごい、ちょ、読めねえ読めねえ、埋めすぎてこれちょっとあ、ごごごごよいしょ。修理ポイントすごい持ってける。ツールトレーラーセットとか。あ、これ後ろにまたつけてんのか。ローダーって何なんかつかめそうな、なんかあれは。リッター補給しました。ガレージ、え、ガレージトレーラーって何。2ガレージポイント運べるって書いてある。どっかに多分ガレージ作れるんだろうな。作れるってことでしょ。あーでもあれだね、これなんかその丸太トレーラーとか持っていけるけどさ、うん、短いのしか持っていけないね。あ、なんだ、こっちに乗り換えられるや。やばいやばいやばい。イエー。あんまり使い道ないかも、このトラック。何が欲しい。ガソリン欲しいんだったら俺燃料タンク積んでいくよ。一応ですね、さっき乗り捨てた自分の車に戻れるんで。うん、で、これをこう、あ、そういうことね。はい、ガレージに戻して、とりあえず、ね、戻しておくっていう。これで装備積載中の燃料すべて失います。ヒュッて戻るのには、戻す、あ、変更する、変更を直すればヒュッて戻れるはずです。で、違うね、さっきのやつに、ね、あ、こっちね、はい、255A469。 もうおつもでしょ。ただいま、帰れ。よし、レッツラゴー、さらなる旅へ。はい、あ、レッツラゴー。とりあえず2台見つけて。あ、巻いて巻いて、その方がいい。てりゃー、今んとこもうこの車だったらウィンチ使う必要ねえんじゃねえかっていうぐらい自由だね。いやー何言ってんだよ、この奥が大変なのに決まってた。問題はほんと燃料ぐらいだよ、この車。燃料どこにするもん。大丈夫大丈夫、おつしさんがめっちゃ燃料持ってっから。まあ、燃料タンク積んできてるけどね。一応ね、前輪駆動オフにすれば燃費半分ぐらいになる。ただね、これ後ろ引っ張ってるとね、うん、まあ後ろに持ってかれるよこれ。あ、嘘でしょこれ。なんかすげえできるトラックがある、あれちょっと見たい嘘でしょこれ、ちょっと嘘でしょ、嘘でしょ、嘘でしょ。え、おつさん、嘘でしょ。嘘嘘嘘嘘。アンロックできた、ジグザグで。よし、知らないから、ね、超倒木が引っかかって、知らないからね。ちょっとオッケー。ああ、危ない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 。みんな高齢だからね、こうなってしまうゲームだからね。ちょっとあの人たち普通に進んでるけど、でけえタイヤだからってこれが普通だから。よいしょ。あ、でけえのがある。 C375 っていうのを手に入れたな。あるね。よしよし、 C375 いいんじゃない。あ、すごい。あ、これはすごい。これだったら多分FPS モードだ。え、取れ取れ。はいはいはい、乗った乗った。ちょっとちょっと深すぎが。で、これに乗り換えたいから、まず一番近く乗り換えて、これをガレージ戻す戻す。その燃料は私にくれないのかい。え、うし、あ、はいはい、うし、いいぞ、いい感じ、木が噛んで OK。 あ、あー、君たち君たち早いね。お父ちゃんどこ行ったの。あー、やっと来られたよ苦労してんな、あのバディで、よしよしよし。あれ、ゆっくりゆっくりゆっくり。これ、後ろの燃料トレーラー空や。え、そんなことある。空や。あー、君たち、君たちちょっと、おずさん、100リッターしかないんだよ俺は。なんで燃料入れてこなかったんだい。え、燃料全部入れたってこと。いや、いや、絶対そんなことない。最初給油してないってことじゃない。いや、あのね、切り離されてるよね。
見た感じ切り離されてる。おついさんついてないよねトレーラー多分。いやついてるほら。あついてる、うん、うん、ついてるついてる。アニジャから見えないだけで。本当だ。ネイルないの。とりあえずないからちょっとガレージ戻って。ガレージ戻ってもガレージネイルないからね。っていうことはトレーラーにはもともと燃料がないってことか。そんなに積んでない説。君たちなんでそんな車両の。俺ここに全然車両ないから。あ、オトジャイザペンのためにアンロックしようっていうのがあるから。うん、ちょっと待ってね、その先だ。うん、こっち側だ。自分の車ぐらい自分でアンロックしに行くや。ねえ、とりあえずおお、なんだこのかっこいいの。で D535エンジン停止、トラック変更、ハンドブレーキよし。燃料タンク車が必要だなこれ。おお、超かっこいいけどこれ。何それ。あ、超かっこいいよ。ごついやつ。でビール、ね、それもなんかでけえトレーダー引きそうだよね。ダメージがすでにあるんですけど直そうか。直せる。359。これはこれお直しカーなんで。あ、でもねもう直せない。もう直すのゼロになった。あ、自分でも直せんのかな。いや、何もついてないと思うよそれ。いや、なんかね、トレーラーヒッチってのがついてるから。おじさんのやつだと燃料積めないのかなそれ。これね、これで一回ガレージ戻りゃいいのかこれ。ガレージバックして。これ後ろについてるの何。ガレージツールとかの方か。スペアタイヤとガレージツールだ。あーだよね。さあ、それをガレージに一回持ってったら燃料補給できないかな。あ、燃料これ補給できそうだぞ。俺はこれ一回戻ってそっちもう一回合流した方がいいかな。あ、10リッター。ありがとうございます。おるや。あー、ナイス。もう、入ってんの？俺、600… 俺には入ってるわ。こいつには入ってる、後ろに。何リッター入ってんの？今、おついさんどこにいるの？あと135。お、じゃあもうそれでいけんじゃない？おついさん、まだまだ、俺あと、そう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 。もうこれで空だ。おーおーおー。それを一気に補給したのは間違いなんじゃねえのか。ありがとう、おついちさん。行くぞ。はいよ。はよ、行け。とりあえず燃料補給ステーションまで行けば、おついちを補給できるから、また。そうね。泥かなんぼのもんじゃ。これあと57リッターしかないからね。いざいざ。最悪、最悪先にビザペンに引っ張ってってもらうっていう。まあまあ、それもできるっちゃ。来たぞ、第一関門が。すげえな、爽快だな。ムカデみたいだな、こいつ。俺もそれが良かったな。すまんな。そっか、これデフロックがねえんだ。なんのデフロックついてないの。ついてないね。そう、オートジャに引っ張ってもらってた方がいいよそれ。あ、でもこれあれだ、オールタイムデフロックだわ。オールタイムデフロック、うん、そんなものがついてるわけがないでしょ、危ないよ、壊れちゃうでしょ。常にデフロック。オートジャ、俺にウィンチ引っ掛けて。三角ボタン、俺受け入れますか。受け入れない。なんでやねん。おかしいよ。最低だろ。はい、行くぞ。早く行け。いや、三角ボタン押してりゃいいんじゃん、お前は。アクセル踏みながら。ここはちょっとやべえんじゃないのか。いや、お前タイヤいくつついてんだよ。いけるだろう。重いな、おついさん、ちょっと。燃費が半端ねえ。うそ。20ぐらい前。毎分20リッターも使ってんの。うそ。もう、きれいきれい。いやいや、もう早く行った方がいいよ。とりあえずここを突破しないことには。危険な水。そうかい。おお、迫力ある視点が取れてるよ。流されていく、私流されてる。めっちゃ後ろ流されてる。あれ、ウィンチ、ウィンチ頼むよ。ウィンチしたかったらしてね。大丈夫、大丈夫、いけるか、いけるか。早く、早く、前、前、むしろ早く行け、前行って。いや、とどめは私がっつって。なんでやねん。これね、一回止まるとやばいからね。そうね、止まっちゃいけない。そのまま真っすぐ行って、分かれてるところで左だよ。でもさ、この車両で俺移動してても別に何も積めないよ。おお、まあ、うん、そうだね。だよね。左ね。まあ、とりあえず進む。それぐらいしかスピード出ないの。当たり前です。激遅じゃん、その車。この車がそんな中ね。激遅じゃん。60キロとかで移動してたらおかしいでしょ。え、ギア壊れてんじゃないの。壊れてない、壊れてない。その車はね、割と遅いっすわ。進めない道はないけどね。スピードはないっす。こっちでいいんですか。こっちです。もうちょっとスピードというか
アクセル緩めてえぐるようにえぐるようにして打つべし走るべし打つべし打つべし打つべし。とりあえずは北まで行きたいね。そうね、そうだね。割とガンガンいけるなこれ。あ、でもこの辺はだいぶあれだぞ、ね、おーおーおーおお、ここまたそろ燃料タンクステーションが見えてくるんじゃない。何そのなんか戦車をテストする場所みたいなの。やばいねこれは。これはやばいね。これ間違ったんじゃないのか。これはやばいよ。お父さんこっちだ。あ、ね、君たち俺を先行さ。あ、でもまあまあまあいけるわ。なかなかのぬたぬた道ですよ。もうタイヤに泥がついちゃって。お父さんこっちだ。うーん、そうね。さあちゃんとねこうウィンチというものを使って、ああウィンチで引っ張るとすぐ倒れちゃう。オッケーオッケー。兄さん、お、こっちはこっちかもしんない。いや、これ木が邪魔なんだ。ウィンチ外れちゃう。木がビーンってなったな。オッケー、いける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 。この辺もヌタヌタだったわ。あんま変わんないね。おい兄さんね、ここね割とヌタってるね。まあ、いざとなったらあの八輪走行車に、そうね、引っ張ってもらう、ミッチすればいいんだよ、いざとなったら。よし、いざ、いい感じだ。前回にしてもそんなにスピード変わんないから、ゆっくりでいいんだよ。ちょっとずらして、いい顔してんな、運転手。あ、いいね。あら、これ俺ちゃんと外出てんのかな、おついさん。え、見える、俺のキャラクターが外出てんの。いや、見えないね。さすがに同じみ人は表示されないよ、他の車の人は。やばいな、デフラッグ。燃料吸ってウィッシュパワー。あれだ、意外とこの車しょぼいぞ。どっち、俺、うん。お前。あ、どうした。じゃあな。ウィンチ要求すんじゃない。あ、もうちょっと下がる。いける？けっ、そんなない子だね。カモン、ありましたよ、燃料ステーション。いくぞ。あ、素晴らしい、素晴らしい。このままいくぞ。いいっす。あー、燃料ステーション素晴らしい。ここでエンジンを切れば燃料満タンできます。エンジンをね、ちゃんと切らないとね。これ後ろの燃料満タンにできるのは俺多分そうです。勝手にさしてくれるらしいよ。俺は積んでないから補給できねえよって言ってたけど、エンジン切ってください。あ、まあまあ、じゃあ代わりに。おー、一気に自動で満タンになったでしょ。エンジンしろ、エンジンしろ。前行く。すっげえエンジン。どんなエンジン積んでたのこれな。エンジンだよ、12ぐらい。いや、そんなんじゃ18。V18 エンジンだし、とんでもないエンジン積んでるのは確かだ。なんでそんな細い道行くんですか。ちょっと前気味から行かないと。内輪差で こっからは家庭道が続いてる。オッケー、400リットル。めっちゃ入った。給油完了。これ道もう先あんのみたいな状態だけど、これ。え、地図見ると左がこれ道じゃないよね。これ多分道じゃねえな。あれ、でもそこを通って、いやでもそこを通って北側行けば細い道が復活して、あの丸太清津くんところまでたどり着けるはずだ。うん、おじいさん大丈夫。暗くない？気のせいか、なんか暗いよね。暗いよね。もうだって左上のタイム見てください。これこの世界の時間ですから、もう夜の8時です。夜の8時、ロシアはこんなに明るいんだ。まあでもほら、ね、ヨーロッパなんかこんなもんでしょ。9時過ぎたらやばいんじゃない？真っ暗になったらこれどうやってライトつけんの？いやでもね、L1、もうライトつけ始めてたよ。 L1 でね、つけられるよ、消したり。あ、ついた、あ、ついた。すげえな、なんかすげえとこにいるな俺たち。まあ相変わらずですけど、なぜこの人たちはここを走ってるのかいまいちよくわかんないです。開拓してんのよ。
林業ですか。あ、ちょっと待って、道間違えたかも。お、いや、合ってるわ。よし、いざ。いいね。あ、はいはいはい、はい、行くぜ。もう道なき道だから。いいよ。こえ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 、コメコメクラブ。よし、ロマン走行だ。ちゃんとついてきてる。お、すごいすごい、ここすごい道。あ、ちょっと待って、うんふん、ダメージダメージダメージ。ここガッツンってぶせちった。うわぁ、気をつけよう。よいしょ。ちょ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 、あ、君のね、車だったら問題なくいけると思う。あぶら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 。じゃあ俺のもやばいじゃん。もつさん、ライトつけてる？ついてるよ。ああ、そういうことだね。うん、そういうことで。わかるわ。わかるだろ。わかるわかる。わかるわかる。そういえば、俺の光がお前の光だと思うなよ。あのね、多分だけどね、ここ左でしょ。左側行けば最高級にショートカットできる。じゃあ左行くよ。これ FPS できるんだ。FPS できる、左スティックで。え、最高級にショートカットしようぜ。あ、最高級のショートカットだ。そうやってショートカットするんだね。最高級のショートカットだ。やべえな。これ R スティックであれか、マニュアルか。やべ、切り替えられる。ダメージが蓄積していく。ダメージは食らいたくないな。こんなとこ通って大丈夫かな俺。俺をウインチできるような木そうそう生えてねえぞ。木の方が倒れちまうからな。木がウインチ。あ、どう通ってったの兄ちゃん。あれ、あの人どうやった、どこ抜けたのこれ。待ってる待ってる、俺待ってるから。俺がなぎ倒していた木たちの、ここか。来た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 。なんかすごいものがうごめいてるよ。ほら、やべえよ。まだ、いやー、大丈夫か。ライト ついてんだ、見えねえ。よし、これ悲しいな、ちょっと。みんなライトついた。どう行った？あれ、まあ、ついちゃう、おじいしちゃった。あ、生きてる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 。とりあえずね、とりあえず生きてるけど。こうか。こうか。来た来た来た。あー、三ダメージ。三ダメージ。三で済んだんだ。最後。まっすぐ行って左斜め前かな。いいよ。クラクションどこだっけ。 R1 R1 普通のクラクションだね。こっちホーンだもん。しかもなんか波紋が出んだよな。ね、波紋が、トラックの波紋が出るからさ。オーバードライブ、この世界では見える。サンライトイエロー。オーバードライブ。いい加減にしろ。あ、痛い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 。お腹が、お腹吸ってる、ここの岩で。やばいね、それ足つぼみたいになってるじゃん。4ダメージ足つぼになってるじゃん、やばいぞ。まあ、私の車高には関係ねえからな。はいはいはい、石邪魔、石邪魔。こっち行けばもう道がある。大丈夫、ついてってるよ。いやー、おつゆさんはもう多分足つぼ食らうね、あれ。石石がね、一人立てだって普通のトラックで来てるようなもんでしょ、あれ。4人やで、こっち。あ、いや、これやばいな。オトジャイズペンのためにアンロックしよう。 K700 がある。頼む。あれ、アニジャどこ行った。あれ、道があるでしょ、その辺に。あるけど、え、なにすごいスピードで行った。ありがとう。よいしょ。すっげえ細いとこ取っちゃった。あった、製材所。あれ、アニジャ、あれか。あ、やばい。全然痛くないわ、木ぶつかっても。オッケー、ここまで来れましたと。今度はここに丸太を積んでこないと、積むための装置を持ってこないといけないのか。あと B66 っていうのがあるな、近くに。はぁ、ちょっと俺 B66 とやらをサーチしてくるよ。あー、これあれか、君たちが持ってたやつか。そう、黄色いやつな。あー、でもこれ乗るんないってなってるから。ん？あ、んで？エンジン停止、トラック変更、変えられる。で、これを一回もう戻しちゃってガレージに。そうね。B66 あれどうやって乗るの。 B131 って言うの。 C255 がそこにあるはずなんだよね。あー、じゃあやっぱり人によってちょっと違うんだよな。
エンジン始動。この裏からはいけなかった。ハンドブレーキ。あっと、まっすぐ。あ、違うな。右後ろか。夜だから何も見えない。何も見えない。本当何も見えない。あ、こっちだ。あったあったあった。こっちだこっち。こっちに普通に入れるわ。なんだと？アンロックしよう。おつさんのために。はいはいはい。はい、アンロック。あ、おつさんがアンロックしてくれたって。アンロックしてくれた。どんな車両だ？まあ、普通の前2つ後ろ4つのトラックだね。あ、これね、普通の、うん、こういうのね。普通の、そう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 、オッケー。普通のだね。これこの道だとさ、うん、丸太どうやって運ぶって感じだね。これ丸太どこだ。丸太ここなんだけど、ここのキオスクダメじゃね。あー、キオスクね。キオスクきつい。ここのキオスクきつくない。ここのキオスクきつくない。なんだそれ。一応このウォッチポイントっていうところ側にもあるから、うん、あれだったらそっちに。あ、もうこの車両だったらあれだな、乗せられるな多分。そうだね、うん、こいつで行こう。あ、音じゃあ、キオスク音じゃあもうそこでじゃあ乗せられる車両手に入れたんだったらそれで行けばいいんだよ。はーい。ちょ、暗ちょ、暗アンド、あ、やべ、ここ後ろ帰らないのかな。いや、どっかでウォッチポイントっていうところにもしかしたらそのガレージポイント運んでいけば作れる場所あるかもしれない。ああ、なるほどね。じゃあこっちのウォッチポイント行くしかないな、クローの中の。今まででけえ車両を運転してきたからこんぐらいいけんだろうっつったら、もう普通に何もできず進めなくなるだと。とりあえずオトジャに、やばい、こっちは良くないな。ちょ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 、おとじさん、ちょっと待ってください。おとじさん、ええ、おとじさん下がりましたよ。え、何、ちょっと待ってください。なんすか。とりあえずダメージを修復して、Thank you。 燃料もガチッと入れて、あとは頑張れ。はい、あとは頑張れ。これさ、自分の車両が邪魔な時ってまた乗り換える。あ、ちょっと、あ、おお、あんじゃが消えた。私はもう兄者の霊圧が消えた。霊圧が消えましたね。じゃあしょうがねえな、向こうのキオスクステーション行ってみるか。そうだね。これだ、ガレージツールホロってやつをつけて、うん、でこれで俺とオッツンは別動隊みたいな感じで、うん、ウォッチポイントの中を捜索するわ。とりあえず俺はキー回収しちゃえばいいのね。はい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 、はい、マルトステーション、こっちから左右で。アニジャも C375 っていう車両あるけど、そう C375 に合わせて丸ボタン長押ししてみて。 C375 南側ですね。これ違うのか。じゃあ、あ、でもこれがあれば確かにね、運べる。あ、俺のほら画面だとさ、普通に俺の近くにアニジャの C375 があるっていう設定になってんだよね。あー、これか。急に現れた。だが、でもあれ、あれか、荷台はついてないので。荷台がついてないか。さよならさん。さあ、3ポイント積みました。3ポイントいいですね。何ポイントあれでしたっけ。8ポイント。8ポイントか。まあ、でけえので来れば一気に5ポイントとか持っていけるみたいだから。あ、もうその3とでかいので5で、もう、そうだね、2回で終わしてください。でけえの、でけえのないんだよな、多分現状ないか。帰ります。僕は今ウェイポイントに向かってひたすら夜道を突っ走っておりますか。これは開拓系、まあ、なんて言うんだろうね。え、あ、ヌタ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 系、ええ、なんでそれ。意味がわからん。ヌタヌタ系、帰り道わかんない。え、ちょっとみんなについてた方がいいでしょ、こんなもう、あの道戻る。おつん、もう問答無用でウォッチポイントの方に進んでる。いや、もうどんどん行きますよ、ほら。待ちなさい、俺はついてく。え、なんな、もうバックミラー見てみろよ。
はい、あいつわざとね、ミニトリガーでそのアクセルを調節できるんだけど、わざと遅くしてしっかりと道を噛んでこう進んでいくっていう、しょうがないから。そうですね、アクセルコントロール結構重要ですからね。俺は後ろからカバーリングしてやるよ。カバーリング、ちょっと無転倒で来るのやめてもらえます？あ、やばいやばいやばい、倒れる倒れる、ほんとに倒れる、ちょ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 、こーわ、大丈夫？荷台めっちゃ傾いてたよ。うん、めっちゃ傾いてた。ちょっと寝るわ俺この道。寝るとかある？寝てる今仮眠取ってる俺。あ、いいよ、いいスピード出てる。あ、なんか操作不能…お、起きた。あ、来たね、来た。あー、行きますか。なんだよ、いけいけ。後ろは忍者が来てるね。あ、ちょっと近くない？押してるよね、それ。ほらほら、スピード出るだろ。おいしょ、毎分10リッターぐらい燃料使っちまう。私の方が意外と重くて、こう沈む前にうまいこと前に進めば。はい、やめろ、前行くなら行け。でれんでんでれんでんでん。で、そろそろブラックゾーンに入ってきますよ。ブラックゾーンですか？もうそろそろね、もう入ってるんじゃないですかね、これね。忍者にウインチをつけておけば。よいしょ、これはこっちの方がいいな。あ、ロックされたガレージがやっぱどっかにあんだな。それを探さなくちゃいけないからな。拒否すんじゃないよ。あれ、 Thank you。どこ？ツーチェ見失ったよ。嘘、見失ったね。どこ行ったんだ。そのまままっすぐ。いいぞ、引っ張れ引っ張れ。いいぞ。ウェイポイントが時々後ろが引っ張られるぞ。近すぎるとぶつかるんだよ、こういうのは。あ、ゆウェイポイント、ちゃんと前にやってよ。ちょっと待って、ちょっと待って。あ、ごめんごめん、ちょっと近すぎるわこれ。ちょっとウィッチ巻きすぎたわ。戻すとかないんだねこれ。バカ野郎だ。あ、川だ。バカ野郎だ。引いちゃう引いちゃう。ちょっと一回離そう。レレース、オッケー。注意、この先注意。川すか。とりあえずちょっとここまで聞いて。オッケー。川っていうか水たまりだな、でけえ。やべえな。待ってくれ、丸太が、丸太が重い。んで、この道は厳しい。いけるかな。ああ、割と私は余裕。ウィンチパワー。オッケーオッケー。レディース、左側になんかあるな。左側になんかある。なんだあれ。何、あ、これ以上行っちゃいけないよってマークだった。行きますよ。ここ何、渡るの。渡りますよ。こっち側から行った方がいいかもしれない。こっち側の方が浅い。浅い？うん。ウェイポイントがさ、ついちゃってんだよ。ウェイポイント。ウェイポイントは下で、ま、OK のところやると消えたはず。おつさん、そこで止まって。わかってる。あれ、ウィンチを、ほか、こっち。おい！これは。どっちで、ま、範囲なのこれ。どっちで範囲？どうやって範囲にすんだこれ。ね、高度な機能一回。上か下を押して、上か右。お前拒否すんじゃねえぞ。そういうことか。はい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 。で、おつゆさん、アクセル踏んどいてね。うん、ほい、うわっ、いいね。ああ、ご苦労、もう行っていいよ。おほん、深夜深夜だよ、これ。我々朝の4時とかだよ、これ。あ、やべ、朝4時ですよ。どうした、お後ろか押してやろうか。いいよ、いや、いける。後ろから押してやろうかと思ったけど、めちゃくちゃ後ろにさ、おつゆさんが積んでるやつに
価値人金マークついてて、ちょっとゾッとしたんだけど、ガソリンでしょ。俺なんかあったらもうこの辺ドーカーンドーカーンはならないだろ。よし、FPS モード切り替え。ウォッチポイントがよっ、ウォッチポイントに触れれば確か全解除されると思うので、ウォッチポイントどこだろうな。真ん中あたりにあんのかね。多分あるかと思うんだけどね。もうちょい右じゃね、兄ちゃん。ちょっとこっから右に曲がってみる。そこ行き過ぎだと思う。うん、こっちの方だと思うんだよね。で、燃料がなくなるまで。あ、中ある、中ある、中ある。あ、あったあったあった、ウォッチポイント。ちょっと見せて、どんな感じであるの。ウォッチポイント見つけた。あ、あった、旗が立ってる。旗が立ってる。このエリアの中に入ればいいはず。大丈夫ですか。あ、もっと近づこう。入ってみて、入ってみて。倒木が邪魔。あれ、ここにマルタステーションある。入りました。おお、ウォッチペイント。おお、おお、よく見えるね。よく見えるようになった。オッケーオッケー。で、あ、じゃあそこをキオスクだわ。うん、ある。ぐるっと回って帰れそうかね。岩が邪魔なんだ、これ。あー、なるほどね。あ、朝日や。新しい朝が来た。希望の朝だ。そろそろ俺が帰る道を。ということは、そこのキオスクから持ってった方がいいのかな、これ。ウィンチをさ、ウィンチを簡単に引く、あ、引くじゃない、リリースするのはないんだね。そう、必ずリリースはあるんだけどね。上選んで三角しかない。おついさんの後ろついてるから早く行ってくれ。で、おいやいや、こっからどうするよ。下のウォッチポイント行くか、左の燃料ステーション行くかよ。俺がすごい距離でそこら辺探検するわ。あ、アニアどこだ。ウォッチポイント、ガレージに一回戻って、うん、ウォッチポイント探しマンになる。分かった。ようにした。南から俺は攻める。じゃあ、おついさん、お前たちは北からなんかするんじゃ。北で、あ、じゃあ北の燃料ステーションとウォッチポイント探してもいいんじゃない、うん、ガレージあるしな、上に。行こう行こう行こう。行こう。じゃあ後ろだ。ガレージ上にあった。上にあるよ。ある、右上にある。右端。あれか。で、おついさん、今、はい、マルタステーションキオスクあるでしょ、うん、その下に道があるから、おついちさん、マップから見て左下抜けて、ルートポイント追加ってのがいけんの。え、あ、こうか。はい、ちょっと待って。これ見えてる。うん、こう、こう行こう。こうな。あ、いや、ごめん、それ見えてねえわ。あ、いや、消えた。え、あ、そういうことね。オッケーってやると、こうして、あ、はいはいはい。ガレージカード、ガレージセミトレーラー、そっから先は見えてない。あ、まあまあまあ、そっから先まだ落ちてない。あ、なんだ見えない。俺もほら、ウォッチポイントわかんないなんで俺、ここがね、こうなんだよ、これ、おついさん。で、ここにウォッチポイントあるからさ、みたいな、そういうのじゃねえんだって。なんで俺わかってんだよ。OK、行こう。あ、すごい線が見えるのね。そうだよ。あはぁ。で、こう、え、こうやってこっちに燃料ステーション行った方がいいんじゃ。どれどれ、おついさん今撃ってんの。撃ってる、撃ってる。これ見えねえな、俺。え、見えないのかい。とりあえずガレージポイント積んで、うん、俺そこにガレージを開くわ。オッケー。あ、そうね、右上ね。ただね、じゃあガレージポイント何ポイント必要なの。4ポイント、もう1台必要ですマジかよじゃあおついちさんがガレージするの。じゃあ俺このままおとりくん右下に行って、ウォッチポイントをとりあえず解除しちゃった方がいいんじゃない。この下、右じゃなくて、右じゃなくて下。はい、マジで俺丸太積んでんのに、これであれだから引っかかったらもう助けにしてよ本当に。あ、そうか、丸太積んでんのか。丸太積んでるからちょっと一回、じゃあ、まあ、ガレージ帰った方がいいんじゃない。うん、製材所行った。ガレージカートもつければ、あ、いや、オッケー、これで製材所か。4ポイント分積んだ。分かった、とりあえずじゃあ行こうか。4ポイント分積んだけどね。あ、4ポイント分積めたなら、4ポイント分積めんだけどね、このガレージは相当やばいよ。お前ふざけやがって、お前波紋打ちすぎだろそれはこれを無事に届けるのは不可能なんじゃない早く早く戻って安全に合流するぞ。よいしょ。なかなかそうは言ってもですね、やばい、もうこれ何の上に積んでんのっていうぐらい貧弱だよ。ちょい待ちよ、ちょい待ちよ、こうだろ。ああ、こう行って、こっちか。
あ、やばいかもしんない。さよならだな。なめるなよ。どうだろう、もう。そう？もはやこっちだよ。そうか。ほらほらほら、あらあらあら。でどうするか、こっからどうするかだよ。この広場に出てくるよ。出て、こっからどうするかだよ。こっちでしょ。そのまま下降りる。うん。あ、結構ぬたるむね、ここ。そこはやばいぞ。ええ、大変だね、そこ。結構 NUTA だわ。NUTA。これ、ヌタ。いる？グレートヌタだわ。ん？いるガレージポイント。いや、わからない。そのガレージポイントをするとどうなるか。ガレージからガレージへ飛べるから、近くの。ああ。そこですぐに乾燥して装備を。で、そこの丸太キュースクでささっと運ぶことができんじゃねえかなって俺は思ったんだけど。クリア目標が丸太、丸太だけだっけ？全6解消みたいなのはないんだ。一応ね、なんかそのサブ目標みたいなのはある。あーあー。あれ、早えな。あー、ウェイポイント出てきたわ。もう一個解除できそう。できるわ。ちょ、私は頑張って木を安全に持ってくるんだぞ。ちょっと。知らない、知らないよ俺は。知らないじゃないだろ。お前は何のためにいるんだぞ。ジグザグ。何？一回バックバックバック、一回バック。大丈夫大丈夫。はいはい、抜け出した。はいはいはい、あー怖い怖い。うなれエンジン。怖えわ。よいしょ。そこはじゃあ頼むよ、ツイさん。はいよー。ウェイポーン。大変だなこれ。ナイス。湖になっとるのね、これね。え、あ、マジでそんなに湖でかいの。もう一個のウォッチポイントを頼むぜ。あ、じゃあその右行くしかないな。そうすると俺は南から合流で言うだ。俺は多分こんな感じで戻れば大丈夫そうだね。ジュリエット。じゃあまあとりあえずこっちだな。燃料の限りを使って爆走してやるぜ。もはや道じゃねえけどな。そうな、道っぽい何かだよ。うん、オッケー。あ、じゃあお先です。道コロンドンだよ。あいつ一人でさっさり。何？許さん。許さんぞ。どんくせえな。あ、やばい。おい、ちょっと危ない危ない。あれじゃ大丈夫なのか。あ、これこれ、あ、ウィンチで引っ張った方がいいんじゃないの。いや、荷台が問題なんだよね、これ。荷台が引っ張り、あ、やばい、ちょ、あ、大丈夫だ。あ、だからオッケー。あ、これはよし、一回バックしよう。あ、これもやばいな、これちょっこれやばいって。これ完全にやっちまった、これ。やっちまったのかい。横にウインチできる。やっちまったのかい。あー、俺はい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 。ありがとう。いや、で、どうせまた、また絶対なるぞ、こいつ。重いんだって。丸太何本積んでると思ってんの。いや、でも言うて、俺も400リットル積んでるからね、こっち、後ろ。それは重いな。400キロですか。ほら。ほら。ほら、まだまだ。ゆっくりゆっくり。前輪が埋まらなければ。ちょっと待って、なんだここ、なんだここ、なんだここ、大丈夫なのかな。
水浸しだな道が。もう引っ張ってってくれ。やっぱり。よし、小津さん。はい。道がねえっす。道がねえっす。どこにいるっすか。あー、ちょっと待ってください。そっち行きますわ。なあ、そうな、合流できそうだ。はい、ゴーゴー。よいしょ。くそ、これを引っ張りながらここを走るのはちょっとおかしい。ねえ、道じゃない、これは道じゃないよ、川だよ。ちょっとそっちのウェイポイントをね、行きつつ行きたいんですよ、僕も。川を走ってるんじゃないかな。すまんの、重いなこのトラック。すまんの。ちょっともうちょっとたるませなさいよ、もうちょっと。ちょっとじゃあもうちょっと前に行ってもらわないとね、うん、あれそ、あれなんか伸ばすとかなかったっけ。ないんだよね、こんぐらいでいいでしょう。じゃあ、はいはい、やべえな、これは。なんか俺ほら、はいね、もう 半分ぐらい道戻ってっちゃってるしさ。これは道のチョイスをミスったな。まあ合流するからちょっと待ってかろうじてちゃんと動いてるのがびっくりだ。もうタイヤが泥といったかしてそれは確かにタイヤっていうんじゃなくて泥っていう。泥なんだね、これ。すげえガレージハウスみたいなの引っ張ってんだけどさ、俺愛着が湧いてくるよね、ここまで頑張ってると、うん。それをちゃんと届けてくれ。やばいやばい、おつりさん奪っていく奪っていく。うそ、おついちが埋まっていきます。埋まっていくよ、これ埋まっていくよ。いいぞ、いいね、引っ張れてる引っ張れてる。どこだ道、どこだこれ。俺はまだ終わらない、こんなところで終わる。やばい、危険な水位、危険な水位、危険な水位だよ。よし、いいね。ちょっと待って、こっから全く、ちょっと待ってね。なんだ、ルートを、あー、なるほど。やっちまったな、これ。方向修正。よし。いやー、ここ意外とだな。いいぞ、いいぞ。その調子だ。しっかり引っ張ってくれ。バカ野郎が。この丸太で。よし。おじさん、はい、もう終わりですわ。はぁ水没するいやね、大丈夫大丈夫、意外といけるから。1ダメージ、あ、脱出できそう。意外といけるから大丈夫いざ川を出るときに、止まってなければいいんだから。オッケー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 、あとどんどんでもなるんだから、気合であ、なんだろうこれって思う。模様か何かかなと思ったらダメージ受けてるからボロボロになってんだろこれなんだろうと思った。え、ちょっと待って、マップ確認。オッケーオッケーオッケー、この横か、ここから出れそうだ。こっちの方にあるらしいね。おーおーおお、なんだよ。俺はあれだわ、帰るからは、ありがとうな。ああ、ちゅうちゅう、じゃあ俺行ってくるわ。道だ、道が出てきたぞ。でもどう考えてもこっち山なんだよな、道じゃねえ。ああ、もう余裕だね。もうちょっとで我々ランデブできるんじゃないか。何できる、ランデブ。何その興味ないみたいな。ランデブポイントですね。あ、俺は違う道行ってるから多分会うことはない。本当だ、乾いた泥かな、ひび割れてるようにしか見えないんだよね。いや、さすがにここの坂きつい。こっちか。なるべく常にね、周りに木がある場所通らないと。俺はウォッチポイント見えた、見えた。ウォッチポイントへ近づく。地形を読むんだ。そうだ、地形を読め。ここはぬかるんでいない。勝ったないやいや、早いだろ。勝った判定早くないか。もう余裕。勝ち負け、勝ち負け。ナイス、見えた。あ、もうね、一応これであと右上だけか。そうです。
なるほどね、俺が行ったのは完全に行っちゃいけない方向だったね。よいしょ、毎日いざ。アクセルを緩めるな。ちゃんと横見ると燃料タンクにさ、ガソリンが揺れてるの見えんだね、うん、見える見える。うん、ちゃんと揺れてる中でタポタポチャポンチャポンしてる。あれ、奥にアニジャが見えんな、あれ。てんてんてんてて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 、すごいの積んでんだぞ、俺それ、と、もらいたいけどな、もらえねえしな。今回はそういうのないんだよね、多分。今回、前回もそうだったよね、人の荷物持っていけねえ。トちゃんはあれ、あ、ダメだっけ、大丈夫なのか、あれ。ん、道なき道走ってない？大丈夫。俺？それ大丈夫だよ。俺は大丈夫だよ。あ、そう。じゃあいいや。じゃあいいや。一生懸命クリア目標のために走ってるというのに。それもう一回やらないと。いいや。もう一回やらないとやべえな。さ、もう一回やらないと足りないだろ、本数が。もう一回やらないとやべえわ、これ。もう俺ちょっと探索しに行きたくなっちゃうやつ、これ。え、それで何ポイントだっけ？これで3ポイント。あれだよ、あの、すげえ馬力のありそうなトラックに乗り換える3ポイントを詰めるトレーラーやれば、すげえ引き回せると思うけど。じゃあ分かった、これで一回俺、ガレージ帰って、もうとりあえずガレージ戻って8でしょ、うん、俺もうだから3-3で行きたいんですよね。だから、この道は無理だろ、俺自分で設定しといて言うのもあれだけど。おお、来てる来てる。あ、やべ、坂道じゃん、これ登れんのかな、これトラックを変えて、こうってあのね、トラック変えてガレージポイントのやつにすると分かるけど、うん、トレーラーおかしいか、家だからまんままんま家持ってこうとしてる。ガレージ持ってこうとしてるんでしょ、プレハブっぽいの。まあ、K700 だと思うんだよね、俺。え、これ橋大丈夫なの？何の車両がいいか、おちいさん、ちょっと木製の橋が目の前に現れたんだけど。落ちんなよ。大丈夫なの？アジアの通った道は進めるの、普通に。普通に進めるよ。だったらそっちからあれかな、北のマルトステーション、もう無理する前に下がる、無理する前に下がる。マルタ3ポイントだね、でもこれ。そうなんだよ。なのでね、じゃあ1回入れて、で俺が3だろ、で音じゃくんも1回3やればいいんじゃん。あ、俺もね、3運べるよ、目的地までたどり着ければ。あ、じゃあみんなで3-3-3でやればいいんじゃない。ガレージをオープンすればこいつをよし荷台に乗せられるやつにすればいいから。お、なんだ、木が邪魔な、この木な。あのね、俺が苦労してるシーンはちゃんとあの動画には入る予定ですよ、俺の中では。よいしょ。それはちょっと、え、全部なかったことわざわざ録画してるのに、うん、それはちょっと、そういうのは。この可愛い青い家を俺は何としても持ってかないといけないのに。前の方ですごい馬力で引っ張り回してる。あ、いや、こっちじゃねえのか、俺こっち来ちゃったけど。ガレージじゃねえ。ガレージに来てどうすんだよ。ほんとだ、製材所、製材所。まあ、通り過ぎた。いや、通り過ぎた、普通にガレージ戻ってきちゃった。そもそもあの道が間違った。直進しちゃったのか。自分で線を打ってたから。まあ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 、この道に入ればもう余裕。あ、またフラッグがある。おついち3ポイント半向かいます。もっと近づこうって言ってるけど、これじゃあトレーラー一回切り離しだな。まあ、ここ右に行けんだな。ウォッチペイント、イエー、来た、ナイス。なんだ相変わらずだな。ガレージ立った。あ、じゃあそこに戻れるのか。そこに飛べる。飛べるよ。いや、飛べる飛べる。何も積んでるものとは消えちゃうけどっていうやつだから。一番近いガレージがダメだ、そっち行けない。あ、そういう感じ。そういう感じ。一番近いだからちょっと離れなきゃいけないの、こっちから。あ、そういうこと。あー、いいね、道ちゃんとある場所通るのはいいね。早い早い、行けるぞ。道なき道をいざ行くか。もうちょいしょ、もうちょいしょ。ダメージダメージ。ダメージダメージ、すごい。なになになに、どうした。
Do you know なのこれちょっと。Do you know damage? 月の光まとってる？見えた見えた見えた、北側のガレージ見えた。いけー、スピードが大事だこういうところは。北側のガレージが見えたぞベイビー、今解放する。いや、よかった燃料持って。さっきのあれか、すべてのウェイポイントを見つけました的な。スピード勝負、スピード勝負。そうそうそう、やべえ、なんかやべえ岩があるな。オッケー、4ポイントぶち込んでやるぜこのガレージに。よ、なんつー疲れる戦いだ。よし、逆にこっちはよし、3ポイント丸太を。最高だよ、最高のトラックだ。丸太でヴァンパイアを。よし、丸太積みに下ろす。何？何？丸太でヴァンパイアを。ダンス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 ダンあと 6? 6で俺が今3を積みに行ってる。うるせえ。いやあ、ちょっと静かな。燃料の補給ガレージできないのかよ。あ、目の前、目の前に燃料ステーションあった。あれで行こう。俺も積んだよ。みんな積んだ。積むよ。だからオートジャーはもうサポートカーをお願いします。サポートカー、あ、やば。ガレージ、クレーンサポートとかあるな。近くの空車両だと丸太のあるところまで行くの結構大変だなこれ。25と B31。 あー、なるほど。この丸太ステーションからどうやって脱出したの君たち。積んだなこれ。え、そこ普通に上からぐるっと回ってったような気がするけど。おおほほほほ、おお違うな、これ違うな、違うよ。アニジャーを見ちゃってるなこれな。大丈夫だ、こんなところで終わる私ではないのだよ。トラックの変更ではなく、やばいな、湖の近くは地盤が緩いな。これじゃあユーティリティ積んでいけばいいんすかね。多分、はい、引っ張れるマシーンで全力で俺は。あ、身も心も軽いわ、空荷だと。よいしょ、で、マルタステーションがその先か。なるほど、ここで右に行くか、まっすぐ行くか。やべえな、むずいなこれ。あ、どこでみんなと合流すればいいかな。よいしょ、何、あれみんなどこに。俺マルタステーション。あ、もう着いたの。もうちょっとで着く。もうちょっとで着くね。早ない。このいいですよ、700。あー軽いわ。そんなに。いいですね。そんなに違います。そんなに違いますよ、もう。オッケーオッケー、俺も行けそうだ。丸太を積んでからが戦いだから気をつけて。軽やかだもん、荷物がないと。すごいよ、4秒にしてるよ。あっ、お、なんかガゾーンって言ったぞ。12ダメージ入った。あっ、嘘だろ、やばい。この道ぬたぬたすぎるでしょ。ぬたぬたすぎる。お、
ちよ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 。何が引っかかってんだこれ。丸太のところでおっと合流だなこりゃ。こう無理やり抜けていけないのかな。ここの割かしね、行こうと思えばいけないことはない。よしよしよし。おつじさんはでも回ってってるね。誰かの輪立ちに。おーおーおー、ちょっと暴走暴走、危ない。これをね、右に曲がろうかな、どうしようかなっていうふうに今迷ってると思う。こっちの道通ってもしょうがないよね。木を踏まないようにして、ずいぶんとサクッといったね。なるほど。うらうら、ここら辺危ない、木ある。この急がば回れを全身で否定する動き。いいぞ、早い者勝ち。よし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 、切り抜けたぜ。あれ、あれ、おちちち、向かってまーす。やだ、水場やだ。あー、木にぶつかる。あー、いいスピード出てるな。3ポイントでいいんだよね。3ポイントで大丈夫、うん、むしろそれ以外詰めないからね。いや、あ、そっか、キオスクじゃなくて普通に前行け。まあそうだな。いや、もう、もう、あエンジンダメージ。大丈夫？何が起こったの？木にぶつかったでござる。行けー、突き進め。やはり森を抜けるなんぞ考えることじゃなかったんでござる。私はもう森を抜けたよ。簡単だったよ。いや、こっちでかいのよね。なんだ。重っ。車両重っ。すごい勢いで南からオトジャが走ってくるんだけどとりあえず俺ここでじゃあ待つか。あ、やばい、マジやばい。スタックしたの？いや、スタックというか、みんな何このあのね、その南側からね行けるから。ただまあ、その装備満載してると無理だろうね。無理なの？多分無理。ホンツンが一生懸命グリグリ。いや、いけそうなの、いけそうなの、それ。いけるいける。全然いけるよ。あーはあ。あー、これやらかしたやつ。大丈夫？これやらかしたやつ。いわゆるあれですね。後ろが木に引っかかってるってやつ。どういうので。え、もしかして荷台じゃなくて頭悪いぞ、あの人頭悪いことしようとしてる。もうおかしいことになってるもん。折れねえかな、この木。木はね、折れないので基本的に。あ、そうか。木のないとこ行ってください。やっぱ森に入るのがダメだったな。目の前まで来てるのにこっち来れないという悲しみを抱えてる。もうちょいか。もうそもそも荷台がなんか大変なことになってない？そう、荷台がね、後ろの木に引っかかっちゃってんだよね。あの人バカだなあの人やばい、これは。皆さんご覧ください、この関係を、動画の方はよ。お待たせ、何助けが必要なの？助けてくれ。サポートカーだよ。あれね、助けられるような状況じゃねえと思うよ、あれ。何言ってんだ、俺に助けられないものはない。荷台が引っかかりまくっちゃってるもん。何？荷台が引っかかりまくっている？木の中に荷台が引っかかるっていう最低な状況だよ。何してんの？どうしたらそこに行けんの？一番ダメなやつだよね、あれ。もう絶対どうしようもないやつだもん。どうやって入ったの逆に？もうスルスルっと。スルスルっとだけ。もうダメだな、もう一回トラッキー。まあ待て、まあ待て。ウィンチしてみたら？トラッキー。ここが？
荷台。ああそうか、そうやって入ったのか。そう。あ、でもう荷台が引っかかっちゃってんの？とかそんなになやつできた。俺に一回これでウィンチしてみて。あ、はい。すげえな。パワステとかついてんのかなこの車。スイスイハンドル曲がるけど。ウィンチのやり方わかるかなおじいさん。いやウィンチは出てこないんだよ。出てこない。リリースして。音ジャーはどこにリリ…いや、ちげえな。早くしないと暗くなってくるぜ。これじゃねえな。お前どこだ？お前の丸はどれだ？これか。動いた？俺、ほら丸が動いてるはず。いや…音ジャーさん。何？どこよ。俺もわかんないよ、これだと。これか？あ、ダメだ。これじゃねえ。まあいいや。あ、これだ。よし。ああ。実はね、これですよ。ほらもう木が間に挟まっちゃってる。そうなんです。一番やっちゃいけないパターンなんですけど。一回切り離したら。切り離すか。切り離したらパーンっていくんじゃない？行くよ。で、まあ俺だけ行って。いけた？あ、それはいける。切り離しちゃっていいわ。リリースするよ。ああ。予知角度で。で、問題はよ。問題は、あの、後ろのやつを。いや、もうあれは無理じゃないかな。無理かな。結局また立って間に木が引っかかっちゃうじゃん。ダメかな。トレーラーは引っかかるよ多分。よいしょ。後ろにもライトが欲しいねこれね。こっちから回って一回俺出るよ、一回出るよ。トレーラー引っ張るところも決まってるからね、角度が。そうね。あらら、ちょっと。ダメかも。俺はもうさすがに引っ張れないのかな、あれ。おついさん、はい、ぶつかってます。あー、すいませんね、見えなかったん？なんだ怖いな、ちょっと怖いよ。おついさん、多分もう違う車でやり直し。うそ、あ、ごめんね。うん、いいよ。よかった。近場の燃料ステーションから来た方がいいと思うよ。うそ、諦めたくないんですけど。ね、あれ上にガレージがあるんだっけ。上のガレージ開放したよ私が。よし、そっから音じゃ、それでガレージに戻す。はいはいはい。音じゃ3ポイントカーをん、ガレージに戻せ。あれ、俺全然ガレージ戻ってないの。なんだこれ。いや、むしろコンテナどこ行った。はい、お、戻った。でんでくでん、ここで2台を。でででー、あ、むしろもう2台すらどっか行ったわ。2台が消えたわ。おじさん、サポートカーです。そうですね、あなたはサポートカーの運命だったんです。森から入っちゃダメだったな。なんだっけ、それの2台をユーティリティを外して、よいしょ。そう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 、それですよ。パーフェクトプランです、それが。燃料ステーションで燃料を補給して、まっすぐ行くのか。そうそうそう、まっすぐ行って、その道を、まあ、道なりにガーッと行く。あ、いいですね。補給してもう軽やかに、もうデフロックとフルタイムを100% 使って、道がそのまま真っ直ぐ、そのまま真っ直ぐ。ああ、いいね、いい波だな、アニ波だねこれね。アニタイム、アニタイム。
まっすぐ？まっすぐ。まっすぐ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 。しばらくまっすぐ。ちょい左。ちょい左。しばらくまっすぐ。道なりにまっすぐ。あ、いいですね。いいねいいね。アンタイム。その辺の右、その辺の右、いけそう？森の中その辺右行けそう？こっちからこう行けるけど。あ、そのままでもいいよ。ここ。で、右、右右。はいはい。まっすぐ。まっすぐ。あ、はい。行ける？はいはいはい。よし。行ってください。で、で、そこ右。ここ右？こっち？右に岩場みたいなのあるでしょ。こっち？そう。こっちって言われても、あの、向きでしか判断してないんで、私。まっすぐ、まっすぐ。そのまままっすぐ行くと、ちょっとなんかこう、くぼ地みたいな。何？くぼ地みたいなのがありながら、まっすぐ行けるから。こっち？そうそう、まっすぐ、まっすぐ。まっすぐ、まっすぐ。まっすぐ、まっすぐ。あ、いった、いった、いった。しばらくまっすぐ。すごいダメージ。道っぽいのが見えてきます。そしたら道なり。道が。はい、はい、ここね。そうです、そうです。あれ、素晴らしい。まっすぐ、まっすぐ、まっすぐ、まっすぐ。あ、違う。あとちょいで右側に森が見えてくるんで、そこら辺から入れる道を探してください。こっから？その辺から入れる道へ、右側に入る、無理やり登ってってください。大丈夫？二の前にならない？俺もいけるいける。そう、あの荷台じゃなきゃいけるから、あのトレーラー引っ張ってなきゃいける。ここね。はいはい。そうそうそう。でね、木は基本的に折れないので、ダメだったら違う道にって感じで。私を誰だと？ぐりぐり行く。ダメだ。あ、ここダメ？本当にいけるのそれ？二台壊れちゃう！やってきた。早いな。あれ？やだやだ。暗くてさ、暗くてだよ。俺が今どこいました？来た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 、早い。よし、積んでください。ああオッケー、戻るぞ。おじさん、はい、ナビゲートして。はい、あのね、とりあえずね、荷台は後ろまで持って帰ってきたんだ。後ろまで持って帰ってきた。ああ、ここで取り付けられるわ。あ、ほんとだ。おるどういうこと？後ろから押して、その丸太のところをまたがせ て, てもうみんなで、みんなで丸太持ってこう。持ってけ、いるかわからんけど持ってけ。私が先陣を務めさせていただきます。ただこれ後ろについていくぜ。もう一回つなげられるの？つないだんでしょ。これでいけるんじゃないか。ガンガン、ガンガン燃料使ってこれ。いけい。結構あれだね、丸太重いね。重いよ。あれ、取り付けはできねえ。丸と点を合わせんだよ。よいしょ。まあ、まっすぐか。あのね、道をチェックしながらなんで、ちょっと待ってください。焦らないで。あれ、あんじゃどこ行こうとしてんの？いや、こっちでしょ。いや、あ、まあ、どっちから行くかだね。右下があれだよ。まあ、とりあえずこっから南に行かないと結局出れねえんですよ。そこのヌタヌタの湖の中入りたくないでしょ。ああ、オッケーオッケー。じゃあそっちから。イエーイ。モズナ、大丈夫？大丈夫？丸太ついた。いや、あのね、後ろの荷台がつかない。苦戦してるね。苦労してるな。うん、あれ、なんで荷台つかねえんだ、ここで。大丈夫？あの、右とか左を確かね、ウインチのところで、ウインチじゃなくて右か左を押すと、ここってこう移動するはず、点が。取り付いた。よし。あ、ここ、ここ左かな。そうね。
最初それが分かんなくて俺もねひたすら取れる。本当にここ左？ここ左、こっち。いてダメージ。で、ついていく。こんなシュールなゲーム、3万人ぐらい見てるよ。あれ待って、これなんで詰めないの？通ってきた道が見える。エンジン切らないと詰めないぞ。ああ、なるほど。あ、そういうことか。やばい。あ？どうした？はまった。あ、ほんまや。エンジン切る。エンジン切る。あ、いいよ。ちょっと待ってろ、ハンドブレーキかけないとそのまま引きずられて俺も落っこっちゃう。オッケー、ここまで来ればオッケー。ダメだ、参ってくれ。ダメなんかい。ダメだ。ちょっと待って、もうちょい前行くから。おい、こいやー、ほらー。はい、いけそう。あ、いけそうですね。よし、あれだね、同じトラックじゃないんだね。同じじゃないや。本当だ。レッツゴー。これがトラックの楽しさですよ、皆さん。いいね。あー、あー出れた。ちょちょちょ、まっすぐ、まっすぐで、ちょい右。トラックのステータスとかあんのかな、やっぱりこれ排気量いくつ。半端ねえわ。父ちくん、どうしたのこれ。あ、進んでくれ。なんかめり込んでるような気がするんだけど、地面に。ウィンチしてもこれ今じゃない、今じゃない、もうちょい前に行っていただいて。あ、ここヌタヌタじゃん。ここヌタヌタ。やばい、ガソリンがない。ノーガソリン、あ、やばい。おい、ちょっと遠すぎ。あ、いけたか。よし、いけ。いいよ、先行って。いやいや、これが最高速度。これね、3台ともなんかこうライトつけてるときはちゃんと表示されたらいいのにね。ね、ね、よりちょっとこの臨場感が伝わらないのが悲しいぜ。パソコンだと表示されたっけ、ライト。いや、そんなことなかったか。前はね、パソコンでやってたんですけどね。そう、これプレイステーションなんですよ。そういう細かいところね、ちょっとこう手が届くと嬉しいな。さ、ガレージ戻ろ。もうなんか全てを諦めたぞ、あのとこ。お前、俺が来てるからって。いや、もうガソリンがなくなってしまった。それはもうダメだ。ガソリンなくなっちゃったの。ガソリンなくなっちゃいました。すごいだね。あー、あー、疲れた。おとちゃんが霧の彼方に消えようとしている。待ってよ。それは朝4時のことでした。ヌタヌタ道をトラックで走っていると、森の中から黄色いトラックが、ガソリンがない、ガソリンがないと言いながらガレージに戻っていったという。ないよないよ、間抜けが。おこちゃん、昔話も何でもいい。待ってよ。いや、びっくりした。見えないよ。ああ、よかった。その俺が止まった時のことも考えてよ。いや、そんなにスピード出てねえかな。どっか行っちゃった。あ、いたいたいた。あれかな。そもそもこの薄く見える、本当に。は、どうだ。あ、見えてきた。見えてきたね。オッケーオッケー。いや、びっくりした。ローダー、ローダー。暗闇から乗るんないんっていうこうタクが出てくるね。怖いね、これね。怖いね。ちゃんとプーってやってる時に手をクラクションの上に置いてんだね、これ。置いてるね。ちゃんと置いてますよ。で、このまま右行っちゃうとまだガレージ行っちゃうから。いや、ガレージじゃないですよ、目的地は。左ですね。おつえさん、早く。何？何、今どこに。あ、もしかして右上の方行っちゃった。それはそうだ。なんで右上にいんだよ。車両が多分下の方にあると思うから。ちゃんと映えるようにちゃんと下から出てきてよ。じゃあ待って、
燃料あんのそれ。燃料は余裕。はい、燃料大丈夫。もうほら北で満タンにしてきたから。面白いので来ればいい。いや、思いっきり正気のできた。他の組むやつがないんだよ。よっしゃ、よっしゃ。もうこの道やっちまえば、道やっちまえば、こっちのもんよ。こっちだ。なんかもうスピードあれですよ。ここは草が空中浮遊して目の前に出てきた。やばいやばい、なんか傾いてる。すごい、いいぞ。うわ、はやー、この車。もう余裕で、確か左。おりゃ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 、あれだな、アクロ走破性は高いけどスピードは遅えな、この車。29ダメージ。なんて、なになになに。あ、俺全然違う道行ってる。俺全然なんかもう山の中に入ろうとしていってる。なんか気の向くままに山の方に引き込まれてったな、あいつ。危ない危ない危ない。こっちか。痛い。間違えたわ。ちょっと明るくなってきた。いや、あんじゃねえ、そっちの後ろから入ってった方がね、いいんですよね。まあ、こっちついてきてください。何言ってんの、音がここだよ。ポンって見せてもらおうか。どこはこの隙間行くんだよ。これで横転して、ここは余裕、ここは余裕なはず。ちょっと慎重に行こう。丸太が全て落ち合いになるっていう。あの、バラーンってなって全てが失う。あ、全然余裕だね。すげえ、もうなんかもうスタンバイしてる。歓迎の歓迎の BGM がスタンバイしてる。じゃあちょっとここで待っとくわ。よいしょ。そうね、おつゆさん来るの待ってるよ。はよう。もうすげえ、すげえ。すげえなってんな。すげえリフが。絶対アニジャより俺の方が積んでる量多いような気がするんだけど、同じなんだよな。確かに。ダメージ、確かに積んでる量そっちの方が多そうに見えるね。すげえスピードです。おつゆ、そこ左でもいけるよ。そこ左、これを左、左、はい、で、右、右、もうちょい進んでからね。環境に悪いのにエンジン停止するわ。あ、右、はいはい、右、はいはい、で、そこ回す。すごい、ね、すごい勢いで来てるね、なんか。これは結局一番速いな、高速。すっげえドカンドカンなりながら来てるけど大丈夫。何すごい。ああ、オッケー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 。よし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 。でもぶつかってるけど、なんか危ない危ない危ない。積みに下ろしたら終わっちゃう。もう終わっちゃうよ。終わっちゃう。終わっちゃう。いろんな意味で終わっちゃう。じゃあ行きますか、せーので。はい。じゃあ俺が先にちょっと。あ、ばい。安全運転。なんだこれ。合ってんのこれ。合ってる合ってる。で、あれ、積みに下ろしてね。And break。罪に下ろす。あれ？え？待って待って待って、じゃあ待って待って待って、罪に下ろしてねって言ったけど、うん、高度な機能じゃなくて普通にそこに入ると罪によって、よし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 、あー、ぶらぶら、よしよしよし、積んだ時と同じで、そこエンジン切らない。オーディー、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 マジか。それだろ、今荷台の中で4本の罪になった時ちょっと焦ったよね。時が止まったよ。積みに下ろすって書いてあるから、気をつけて。はーい、気をつけて。そう、こっちの積みに下ろすだから。びっくりした。オッケー、やったー、終わり。はー、1時間27分。いや、結構かかった ね、 ね、すごい。こんなすげー走ってるかと思ったら、こう8キロぐらいしか走ってない。やばい、7キロですよ俺。あ、でも救出された回数とかちゃんとカウントされてます、ね、救出って何だ。ウィンチ引っ掛けて抜け出したと。8キロぐらいしかして508リッター使ってるのに。俺260リッター使ってるよ。俺あのでけえので走ってたせいで多分。ああ、そうね。あのでかいのがめちゃくちゃ燃料食ってたんだ。うん、でも全て の、 あのトラックとガレージとウォッチポイント、ね、うん、そうだね。これ今回はもうこの出現はもう OK ってことですよ。そうです、完璧ですね。完璧です。まだなんか違うステージがある。クリア、これカジュアルです。カジュアルでいいと思います。ハードにするともう、いろいろと燃料消費がバカにならないです、うん、あとね、故障すると動かなくなるらしいんで、本当に、ね、あ、もう終わりです、うん、ええ、故障した箇所が
終わりです。はい、ということでまあ本日ここまでですかね。そうですね、ちょうどいい感じだったね。まあ前半後半に分かれるでありましょうけど、はい、どうでしょうかね。はい、はい、ということで、最後に、はい、告知が告知がございますか。あります。ちょっと私の方からです、ね。お願いします、いいですか。動画一回聞いた方がいいんじゃないですか。あ、そうですね。じゃあ、はい、動画を見てる方次回お楽しみに。本じゃまたの、またの、またね。